はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず今日のモデルさんのビフォアについて、どんな髪の状態だったか教えてください。はい、まずレングスが、鎖骨レングス で、レイヤーが少し入っていて前髪なしです。で、かき上げる感じで、ちょっとかっこいい感じの印象を持つヘアスタイルで、本人の悩みはお髪が柔らかいので、外跳ねは好きなんだけど、跳ね方がタコみたいってモデルさんそのままのワード言ってたんですけれど、やっぱり外跳ねがいいって言っても、一口に言ってもいろんな跳ね方があるんですけど、やっぱりこうくびれた先が長すぎたり、カールがつきすぎるとちょっと不自然な外跳ねになって、それが形的になんかこう好きじゃないというところからお話が進みました。髪の色はどんな感じだったんですか？髪の色は割とお仕事柄ナチュラルな、ブラウン系で、9レベルくらいのナチュラルブラウン で、実はちょっとグレーが何気にあって、それも結構悩みの一つであると聞いてました。はい、分かりました。ではまず、そこからカラーをどのように調整されたんでしょうか？カラーのオーダーも含めてなんですけれど、やっぱりお仕事柄ということ と、グレーカバーというところで、ヘアカラーの提案をさせてもらったんですけれど、基本シングルカラーでできる範囲ということと、あとは、少しこうニュアンスを変えたいけれど、でもお仕事とグレーカバーというところの中でバランスを取った時に、少し、明るめにしたことと、あとは、ブラウンが色抜けも少なくて色落ちも少なくていいんですけれど、でもちょっ と春夏のなんかこう柔らかい感じにしたいということで、ドライトベージュ、をチョイスしました。で、その中でグレーカバーというところを考えると、グレーカバーのいわゆる白髪染めの薬を使ってしまう と、ブラウン味がとても強いこと、それからそれはもう施術中の話なんですけれど、基本ジャミンの頭皮に25分つけるっていうところでは、逆に、エイジングが進行するというようなイメージも受けるんですよね。だから僕はやっぱりなるべくグレーカバーの薬を使わずに、ファッションカラーのミックスで、グレーをぼかして、で、グレーカラーの薬を使わないということは色の選択肢が増えるということと、明るいカラーを楽しめる。だから白髪を隠したいというのは、踏まえつつも、でも何色を楽しみたいですかっていう提案とカウンセリングができるというところが、非常にメリットと感じてまして、白髪を塗りつぶすんではなくて、まあ、薄染まりではあるんですけれど、ぼかすことによって普段も気にならない、かつ、春夏のテンションが上がる、なんかこう髪色を楽しみたいという思いに応えられるかなと思って、今日の色を提案しました。はい、そのブライトベージュの明るさ、仕上がりの明るさとしては9レベルですね。はい、9から10くらいですかね。はい、ではカットについてお願いします。はい、カットに関しては、その先ほど話していた外跳ねの毛先に跳ねすぎちゃうというところで、どうしてもレングス的に肩について跳ねる長さっていうのも含めてですので、長さをまず4センチから5センチ詰めたこと、カットしたこと、そこをベースに、ボブベースなんですけれど、気持ち前下がりにすることによって、まっすぐに下ろした時の切りっぱなし感、それから、その長さ設定ですと、アイロンを使って内巻きにもできる、外跳ねにもできるという、アレンジの幅があるので、長さをその辺に設定してあります。で、レングスを切った後に、髪は細くてペタンとするのが悩みなんですね。ただ、髪質的にはくびれやすいので、下手にレイヤーを入れると量が減りすぎてしまったり、くびれすぎてしまってまた同じ形になってしまうので、表面だけ、表面、トップの本当に数センチの部分だけハイレイヤーを入れて、表面だけふんわりするようにカットされています。で、前髪に関しては、今まで前髪がなくてかき上げてたんですけれど、かき上げてもやっぱり長さでピタッと分け目がついてしまって、すぐに、根元のカラーが目立つ、それからペタンとして顔もなんかこう、なんだろう、印象が暗くなりがちというところがあったので、前髪を作ることを提案させていただいて、でただやっぱり前髪を上げたい時もあったりするんで、ワイドだったり、厚めに取らずに今時な感じで薄めかつハの字のバングで、アイロンでスルッと通せば
ニュアンスがつくような前髪を提案させてもらって、あとは顔周りですね。顔周り、あの長さだと、結ぶこともできるので、結んだ時のサイドバングで、それから下ろした時の、まあ、今日もダウンタイムでしたけれど、顔周りのニュアンスのためにフェイスレイヤープラス、ソフト姫みたいな感じで、サイドの撮った時にちょっと出てると思うんですけれど、分厚くバッチリ切ってしまう と、以前流行ったような姫みたいな、姫カットみたいになっちゃうと思うんですけど、でも、その良さと、なんだろう、アレンジが効くっていうところを生かして、ソフト姫っていう言葉がいいかどうか分かりませんけれど、イメージで言うと、姫すぎない姫カットがちょっとだけ入ってますので、結んだ時に、あそこを下ろせる、下ろした時にも、まあ、ニュアンスがつくというところで、フェイスレイヤーに、ソフト姫カットが入っています。こんな感じです。はい、スタイリングについてお願いします。はい、でスタイリングは、髪が細いということと、あとは髪が柔らかいということを考えると、あまり、材に、をつけすぎないこと、それから巻きすぎないことっていうのは結構ポイントになるんですけれど、乾かす時にもうすでに表面から手を通すことによってニュアンスの外羽はもうすでについていますので、それにプラス、アイロンを使って、表面のトップの髪の毛を気持ち内巻きにふんわり感を出すために、でその表面の、何センチかのエリアだけで表面だけのくびれができますので、表面の内巻き、それから前髪はさっき言ったようにスルーッと通す程度で、ポイントとしては髪が細いということと、あまり強いカールとかストレート感を出さないので、温度を、コテの温度を、アイロンの温度を130度くらいにすること、それは色の退色が早い髪が細い人っていうのも、そうですし、ニュアンスの色を入れている人たちもみんなそうなんですけど、温度が140、150以上ですと色はどんどん抜けていくので、温度が低い方がいい、特に今日みたいな、髪が細い方っていうのは温度が低ければ低いほどいいの で低めの温度のアイロンでこんな感じでニュアンスをつけています。で仕上げは、定番ですけどポリッシュオイルを本当に半プッシュ、ハーフプッシュぐらいでよく伸ばして、まあ、触りながら、ニュアンスをつけていって、毛先の遊び、毛束感等を、見せる程度で、スタイリング剤で形を作ったりとか、何かこう変化を持つことではなくて、質感をちょっと変える程度にした方が髪質的には合うかなと思います。今回のヘアスタイル、どんな方にお勧めしたいですか？そうですね、なんだろう、長さ設定 と、それからカットによってバリエーションが結構豊富なので、なんか仕事のシーンと、オフのシーンと、でオフのシーンも会う友達によってとか、やっぱり女性だからいろんな洋服とかメイクで楽しみたいと思うんですよね。そういう時になんかあのスタイルだったら、内外切りっぱなし、それからニュアンス、結ぶ、前髪をアップバングにする、姫カットを下ろしてもいいし、オフザフェイスにしてもレイヤーは結果的にはつながっているので、耳掛けもできるし、バリエーションがすごく幅広いので、いろんなファッションを、シーンによって楽しみたいアクティブな女性に提案したいです。ありがとうございました。ありがとうございました。